っていうかさ、戦意縮伝とかさ、バカじゃないのと思うよね。じゃあ思わない？実は戦意縮伝ってバカだと思うんだけど。しかもさ、ね、おじいちゃんとおばあちゃんがやってるお店にさ、縮伝とかさ、迷惑極まりね、面白いと思ってんのかな？じゃあ面白いと思ってんのかな、あれを。だからね、ただ単にさ、迷惑なだけじゃん。しかもおじいちゃんとおばあちゃん一生懸命働いてるのにさ、バカじゃねえ。そんなことやってっから配信者さ、面白い配信できなくなるんだよね。あんなことやってるからな、迷惑かけちゃまずいなと思うから配信しないんじゃん。バカだよ。リスナーってさ、正論かざすくせにさ、ね、実際世の中に迷惑かけんだもんな。お前ね、結構さ、配信者に正論かますくせに、実際はリアルでは、ね、常識がねえさ、こんな板伝とかさ、くだらねえことやってんじゃん。バカだろ。くだ。ほんとゴミだよな、ああいうやつ。すげえ一生懸命おじいちゃんとおばあちゃんやってるよ。完全にジャズラだからね、俺が出て電話切ったからね。完全なるいたずら電話。しかも帽子なんてかぶってねえし、うん、バカじゃねえ。ほんとああいうのはムカつく。しかも面白いと思ってるところがまた笑えるよ。新電話番号調べて。そうそう、グッドファーザー絶対そうよ。とんかつうまかった、うまかった。ゴミだよ。津さん必死に調べたけど誰も聞いてないからもっと草だわ。キャロルキングさん、くだらん祝電なんてするやつまだいるんだ。まだいるな。落ち着いて飯も食えんな。だから早食いしたの。京介さんスルーピー。くだらねえよ。何が面白いのか分かんない。村にひょんさん、イヤホンをして運転するのは言うですわい。ん？イヤホンを押して運転するのは、イフ？なんだイフって。イフ？違反じゃないわ。違反じゃないわ。あの、お前、白バイ警察官がやってんじゃん。バカじゃないの。白バイ警察官が、な、イヤホンをしながら運転してんだろ。バカか。じゃあ、白バイ警察官常に違反してんのかって話だよね。バカじゃない。バカだな。 www 元赤髪のバニラ豆酸素との音が聞こえれば、そうです。村にひょんさん片耳で違います。外の音が聞こえれば OK だ。村にひょんくん、僕はね、僕は警察官に確認取ってんだよ。
なあ、みんなな。なあ、みんな俺は確認取ってるよな。ツバニャンがさ、ツバニャンがさ、虚偽の通報したときにな。そう、ツバニャン。ツバニャンがね、違反通報したときに警察に確認取ってんだよ。そう、バカだな。外部の音が聞こえないぐらいの音量を流してる。違うよ。外部の音が聞こえないのはいけないんだよ。バカ。そう。じゃあバカだね。こういうね、知ったかいるんだよ。もう引くに引けないんだよ。引くに引けないの。知ったかだから。両耳がいけない、片耳がいけない。そんなこと言ったらお前な、歩きながらお前、両耳でイヤホンしてるやつはアウトだわ。そう、道路交通法っていうのはお前、徒歩も車も変わんねえんだからな、まずバカなんじゃない。近いわ。知らないんだ。そう、いるんだよ。バカだよ。バカだよ。そう。ちなみに画面なんて見てないよ。俺画面なんか一切見てない。なんで俺がさ棒読み入れてるか考える。林間学校いらっしゃい。ながら運転してねえだろ。ながら運転って、俺ながら運転何してんだよ。じゃあ今教えてくれよ。放送しながらねえ、放送しながら運転はアウトなんですか。バカじゃない。そんなこと言ったら、ながら運転がいけねえって言ったらよ、会話しながら運転もダメだろうよ。なあ、助手席の人、画面なんか見てねえ、バカ。どうやってお前画面見ながら運転なんかすんだよ、バカ。しねえ。画面なんか見てねえわ。棒読み入れて、棒読みの声聞いて喋ってんだ、アホ、ボケ。親と一緒に首吊れ。画面なんかどうやって見んだっつうんだよ。バカ。首吊れ。はい。ちょっと待って。はい。エンジン止めてるので、じゃあ待って、ブロック入れるから。エンジン止めてるんで、運転中じゃありません。はい、ブロックね。はい、はい、次誰ブロック。今運転してないからな、俺。ながら運転じゃねえから。はい、はい、はい、もうブロック。あとは？あ、誰だよ。歩行者ですね。エンジン止めてるときは歩行者ですよ。残念ながら。そんなこともわかんねえのか？なあ。エンジン止めるときは、な、歩行者として扱われるんです、原付は。バーカ。4人ブロック入れた。いらっしゃい、タイガーいらっしゃい。4人ブロック入れたよ。ちょろいもんだよ。ナイスブロックでしょ。本当に完璧のブロッカーだからね、俺は。
ああ、いるかもな。調子いいね。やっぱ僕人気配信者だから、僕の放送が見なくなって発狂、見れなくなって発狂してるかな。すいませんけど、人気配信者だから。これは紛れもない事実だわ、しょうがないね。南川チーフさん、こういうタイミングで誤爆があるんで、米控えますわら。あ、そう、大丈夫だよ。ちゃんと、ちゃんとね。京介三者祭叩く薬効一定数必ず現れる。絶対いるね。画面見ながらって見えるわけねえんだよ、画面なんか。顔の位置よりすげえ低い位置にあるのにさ。胸も。あ、人切り抜刀さんいらっしゃい。画面が胸の胸元ぐらいのところがあるんだから画面なんか見えねえ。そう、バカすぎるな。棒読み聞こえてない？みんなの方に。みんなの方に聞こえないの？棒読みは。棒読み入れてるから分かると思うけどな、画面なんか見ないで運転できるの。聞こえてるでしょ。マークさん聞こえてる。でしょ。マイさん聞こえてます。ライトさん聞こえてます。でしょ。沢谷さん聞こえてます。棒読みを聞かせながら喋ってるからな。何のために棒読み入れてるか意味わかんないじゃんね。画面なんか見る必要ないでしょ。棒読み入れてねえんだったらわかるけどね。画面見ながら運転してんだろうっていうのはわかるけど。ドライブレコーダーみたいな役割を果たしてるだけだよ。配信なんだ。いや、飯うまかったな。いや、今日はこの。うっすら聞こえてるでしょ。しょうがないんだよ。平日の昼間だから。警察に聞いて、警察に職員団体に。